宝屋車両管理所は、かつて、東京都西東京市に存在した、西武鉄道の車両基地である。2000年3月の組織変更に伴って、車両管理業務を、武蔵川岡車両管理所へ移管し、宝屋電流線と解消された。電流線への格下げ後は主に、宝屋駅を、始発、終着とする列車の留置線として用いられ、夜間早朝には、小手差し車両基地より、 係員2名が派遣されラッシュ時営業線対応に当たっている。上り本線沿いに重量編成が3、編成収容できる留置線があり、夜間はそれぞれ翌日に使用する車両が留置されている。なお、事故などでダイヤが乱れた場合、当駅止まりの列車がここに一旦収容されて、折り返し運用に入ることもある。2008年10月現在、4.56.7番線と、 ピット内12.1314番線、及び、法屋駅ホーム2番線北側の引上げ線は、使用停止となっている。また電流線の入り口付近の踏切横に、西武鉄道法屋総合事務所ビルが建設され、研修棟、管理棟も撤去され、ピット線も使用停止となっている。2018年現在、ピット線は、電流線となり、使用を再開している。以前は、 敷地裏手に鉄道職員への専門教育を行うための要請書が設けられていたが、現在は東村山市秋津町に移転された。また、同所には E11 系電気機関車12号機と5系蒸気機関車5号機が生体保存されている。生体保存されている機関車1922年10月に西武鉄道の前身事業者である武蔵野鉄道によって、 法屋電車庫として開設された。戦後は法屋車両工場として車両の検査、修繕並びに製造業務を担当したが、1950年にそれらの業務は復興者所沢車両工場へ集約された。その後法屋車両管理所への解消が行われ、池袋線の車両管理を担ったが、車両の増備や、 編成の長大化に伴って敷地が手狭となったことから、前述の通り2000年3月に埼玉県飯能市に新設された武蔵川岡、車両管理所へ組織を移管。当初は車両配置のない電流線へ格下げされた。ありがとうございます。